長須荘は、摂津国川辺軍にあった荘園。鴨車の車両になった時期もあることから、長須ミクリアとも。長須荘は、と石文元は756年に成立した、東大寺領著名荘の一部で、956年頃に独立した荘園になった。海沿いであることから漁村が成立し、東大寺が自主を課しただけでなく、下品市長も、公安維持を名目に、 小薬を課した。この二重課税に対して、商民は、小一条院の三女として、身を寄せ、続いてその御子である、厚指定新王、関白、藤原の道その娘である、藤原寛子と、従属先を変え、寛子はこれを、自らが混流した、上寿院に寄進した。その頃、鴨社の社子であるあがた主を門んみきは、 毎日の祭祀に用いる魚を求めてこの地に目をつけ、一方、商民側も仏教の不摂生会との関係から寺院料となるのを好まなかったことから、1084年にカモシャ用クリス号の一部と愛白されることになり、4、イタリ防を行った。商民はカモシャの新人として、巨類の奉納と引き換えに、漁業の権利を確保したが、 これを知った東大寺が1092年に朝廷にカモ社を訴えた。その結果、1106年に土地は、東大寺、在家はカモ社とする感染時が出されたが、訴訟は鎌倉時代末期まで繰り返された。だが、カモ社の保護を求める漁民や浪人の移住をカモ社が容認したこともあって、同社の影響力は強まっていった。14世紀に入ると、 尼崎み三厨や大物送り屋が分立するが、悪党や武士の進出が行われ、赤松藩士、低藩兄弟が、それぞれが執行、総追武士に任じられるなど、鴨社の支配も揺らいでいった。長須僧の名前は、戦国時代の1518年まで記録が残るが、具体的な状況が残されているのは、大江年間までである。ありがとうございます。